はい、どうも、ライスゲームズのライスです。です、です、です。さあ、やっていきましょう。前回は、なんか倒したんだよな。そう、シジマとミカンを速攻で倒して、で、シジマで余裕で倒して、ミカンは、ちょっと苦戦して、で、ちょっとレベル上がっちゃって、柳戦とかもボコボコにするみたいな感じなんだけど、結構、ミカンちゃんをボコボコにできたんで、ポケモンのね、レベルがあんまり上がってないのと、なんだっけ？前回のマリちゃんとパンちゃんをレベル上げて終わるね、みたいな感じだったんですけど、一応レベル24という感じで、うわ、マリルかわいい！マリルリーもかわいいよな。俺さ、マリルはさ、進化させていいと思うんだよ。マリルリーもかわいいよな。と思っちゃったんだけどな。で、パンちゃんはこんな感じね。まあ、パンちゃんはな、モルフォンにしたら別にそんなブサイクになっちゃうから、まあ、コンパンのままでいいかなという感じで、まあ、念力覚えて、で、毒の粉と吸血という感じで覚えて、かなちゃんは、どんな感じ？波乗り丸の電光石火怪力ね、強い。うん、全然強い。で、サンドは、サンド能力値どう？なんかあんまりかなちゃんと変わらん気がするけど、まあ素早さがちょっと低いかな。特攻がちょっと低い。特防も低いか。攻撃力と防御力は普通にあると。で、切り裂く、泥かけ、砂かけ、居合切りと。まあ悪くないね。で、ヤドン。頭突き、呪い、波乗り、念力。まあちょっとエスパータイプというか、念力使うやつが2人いるし、水タイプ使うやつ3人いるし、っていう感じで、ちょっと偏ったよね。タイプが。この可愛いやついねえんだよな。っていうかさ、次かっこいいやつタイプやろうかなと思ったけど、あれだな、あんまり使ったことないポケモン第3弾やろうかな。第3弾、第4弾、どんどんやっていこうかな。やっぱ、ブルーとか使ってみたいんだよな。あいつ別に可愛くねえからな。進化したら可愛くないんだよな。で、まあ、ピジョンは使わない予定で行きたいと思います。で、赤いギャラスをね、一応捕まえたんかな。うん。多分捕まえた。よし。さえていこう。柳戦ね。いや、昨日の実況ちょっとね、ひどかったと思う。うん。自分で言うのもなんだけど、まだ編集も何もしないけど、いや、昨日ね、なんか、ライライって食いたいなと思って、で昼を、まかないをちょっと、まあ、ちょろっとにしたわけよ。で、ちょろっとにして、よし、今日はもう絶対ライライティー肉は、ちょっと帰りにライライティー食いに行って、こってりのなんだっけな、こってりの大盛りプラス、ライスだよ頼んだわけよ。で、なんか、もやしとニラトッピングしたんかな、そういうなんかラーメンがあって、めちゃくそ食った。で、大盛りラーメンって、なんか俺のイメージ、そんなに多くないイメージがあって、なんでかって言ったら、大盛りね、ラーメン、今まで食っても、なんかね、そんなに多くなかったんだよね、その他のお店では。ちょっとご飯あっても、まだちょっと足りないぐらいだったんだけど、ライライ亭のね、大盛りラーメンがめちゃくちゃ多くて、死ぬほど多くて、なんか麺が全然なくならんなと思って、結構入ってんだと思って。で、近くのラーメン屋の、替え玉ができるラーメン屋があるんだけど、ライライ亭は替え玉できないんだけど、その近くのラーメン屋の替え玉できるところ、もう麺がめちゃくちゃ少なくて、もうめっちゃ少ないんよ。まあ、替え玉する予定だったからさ、あ、まあ大盛りにしなくていいやと思って、普通のラーメン頼んだんだけど、もう麺が一瞬でなくなるわけよ。もう本当に一瞬。もう、本当20秒ぐらいでスーってなくなるわけよ。あれ、なくなったな。で、結構暇な時だったからさ、店員さんがその近くにいないんだよ。で、ちょっと階段を頼むのちょっと頼みづらくて、すいませーん、つってちょっと頼みづらい感じで頼んで、まあ、階段は来るじゃん。でも、階段は少ないよ。階段はめっちゃ少なくて。でも、階段を頼んで、もう、腹減ったわけでさ、もうすぐ来るわけじゃん。もう20秒ぐらいで。じゃあ、すいません、ちょっと階段、お願いしますって、また替え玉、もう一回頼むわけや。で、少ないよね、替え玉が。とにかく。もう替え玉少なくて、もう、スルッと食っちゃうわけよ。多分あれ、70か80ぐらいしか麺入ってないんじゃないかな。もう、とにかく少ない。と
とにかく少なくて全然足りねえと思って、わこれどうしよう、店員さん近くにいねえから頼むのめんどくせえと思って、近くに行ってくれたらもうなんかワンコそばぐらい早く出してくれたらいいんだけど、毎回頼むの毎回どっか行くからさ、店員さんがちょっとこれめんどくせえなって、次最後にしてご飯ついでに頼もうって、ご飯中と替え玉一つお願いしますって頼んで、でもう替え玉もうほんとにすぐなくなってさ、もう近くのラーメン屋よ、もうすぐなくなる、もうすぐす、ライライ亭は多かったね、おすすめです、ライライ亭大盛り、大盛りラーメンプラス160円、あーマリルリ可愛いね、ほらぬいぐるみ欲しいな、やっぱポケモンのなんか等身大のぬいぐるみ、ふわふわのやつ欲しい、ふわふわのやつね、あの硬いやつあるじゃん、もうバイーンっていうやつ、 俺も家になんか なんだっけな、この隅っこ暮らしのさ、なんかクラゲみたいなのおるんだけどさ、ちょっとね、あ綿がねバイーンなんだよな、でもバイーンやと枕とかにするとなんか、ま、枕とか座ったりしてもバイーンってなるからさ、ちょっと低反発が強すぎるという、綿がちょっと強いんだよな、ちょっと嫌なんだよ、だからベチャーってした方がいいんだよな。で昨日はまあそんな、まあそのクラゲの話になったけど、急にもうライライ亭の大盛りラーメンマジで良かったよ、マジで大盛りだった、久々に大盛りだったんで、普通に麺もうまいし、うん全然いいんじゃない、ちょっとこってりは味濃かったけどね、こってりだからその塩分が強いっていうことじゃなくてそういうことじゃなくて、こってりってそのスープのその濃度というか、そのなんだろうな、こってりしてるんだよね、とにかくだからね、具材がいっぱい入ってこってりしてしまうっていう状況なんだけど、なんかね味濃かったんだよな、あれかな、ニラともやしのトッピングなんか味付けついてたから、あれでちょっと濃くなったのかなと思って、めちゃくちゃ濃かったんだよな。ちょっと次は普通のラーメンで大盛りにして、ちょっとニラともやしトッピングしてもう一回食ってみようかな、そしたらちょうどいいのかなと思って、でもよかったね、本当にお腹いっぱいで、お腹いっぱいの差が月見バーガーを2つ買ったんだけど、この間あの違う種類の月見バーガー2つしたら、もうね全然足りんやった、うまいんだけどね、全然うまい、めちゃくちゃうまいんだけど全然足りんやった、でそれでね1100円ぐらい、月見バーガー2つとなんか月見パイみたいな、すげえ美味しいやつ、なんか餅とか入ってて甘くて美味しいやつ、あったかくてめっちゃ美味しかったんだけど全然足りんやった、あと倍いけた、それで1100円、2つそれを2セット買ったとしたら2200円やろ、それで多分ようやく買え足りると思うんだけど、いやマジで全然足りんやったな、ハンバーガー2つと月見のやつで、てかハンバーガーって高いんだね、次ちょっと買うときはビッグマックダブル肉セットのやつ買ってみようかなと思って、なんか夜専用 そのマックがあって、それがね結構うまそうというかボリューミーそうだったから、次それにしようかな、それ2つ買ったら多分1200円ちょっとか、まあ、1300円か、まあ、それぐらいすると思うけど、まだそっちの方がお腹いっぱいになるかなと思って、やっぱなんか美味しいもの食うのはもちろん当然なんだけど、その美味しいもの食った上に腹もいっぱいになりたいというね、その欲望があって、ハンバーガーじゃ全然足りなかったんだよな、ね、まあ俺があんまり食わないっていうのもそうなんだけど、大体ね俺ハンバーガー3つ作ってもね足りないんだよな、大体さみんなあれするじゃん、セットマックハンバーガーとポテトと、まあ、ジュースとでお腹いっぱいみたいなね、まあプラスちょっとまあ単品で1個頼むぐらいでお腹いっぱいじゃん、まあ、俺だとそれちょっと足りないんだよ、まあポテト食ったらもうお腹いっぱいになるかと思うけど、ポテト食いたくないんだよな、太るから太るからマック食った上に、まあせめてものねポテト食うと太るから、さすがに太りすぎちゃうから、まあ、ポテトってかあんまり、まあ、別にポテト好きだけどそんないらないから、ちょこっとでいいんだよ、M じゃなくて M の半分でいい、ちょっとでいい、本当にちょっと食えたらいいなぐらい、だからねマック食うよりかはね、まあ、ライライって言った方がいいかな、まあ、たまにそのラーメン食いたいからじゃなくて逆だ、たまにマック食いたいからマック食おうと思ったら
全然足りなかったね。俺マック食うのほんと1年に 1,2 回ぐらいやから、マジで。ケンタッキーのなんかなんとかセット、なんか1600円ぐらいのなんとかセット食ったけど、なんか4ピースとサイドメニュー2つ、全然足りなかった。全然足りあれ、ご飯と食うのがいいんかもしれない。ちょっと味濃ゆめだったような気がするから。で、その次の日すぐニキビができると。マジでね、マックとか、てか外食の揚げ物とかマックとか、まあ、ケンタッキーとかも全部そうなんだけど、だいたい次の日ね、ニキビできる。なんでやろうね。あ、俺の得意体質なんかな。ハンターハンターとかやったらね、得意体質すごい、もうすげえ、お前得意体質じゃんってなるかもしれんけど、最悪の得意体質、外食の悪そうな油のやつ食うと次の日ニキビできる。得意体質マジでやらねえ。相手に移すとかいう得意体質やったらいいのに、マジですぐニキビできるからな。てかあんまり外食の油系のやつは食わない。なんかラーメンとかは、ラーメンとかの油は大丈夫そうなんだよ。だからチェーン店の油がダメっぽいんだよな。その超大型店、チェーン店の、松屋の中にあるなんかカツ丼かなんか食ったらニキビできて、でケンタッキー食ったらニキビできて、マック食ったらニキビできるから、この3店舗はとりあえずなんか知らんけどニキビできるんだよな。だからね、あんまり思春期の人はあんまり食わん方がいいのかなって思うな。でも自分の家とかで作ったとんかつ、家っていうかまかないとかで作ったとんかつとかはニキビできないんだよな、不思議と。何の油使ったんやろうな。まあもしかして油じゃなくてなんか別の何かかもしんないけど、なんか知らんけどニキビできるんだよな。おかしいんだよな。だからあんまり俺、その外ではあんまりとんかつとか食べんようにしようもん、ね、食べるなら、そうやな、スーパーは多分普通のサラダ油使ってると思うから、まあなんか超大型店、チェーン店じゃないところで食べるみたいなね。ウリムいいね。ウリム欲しい。よし、転がるでぶち殺してやろう。お前が欲しい、転がるで殺してやろう。踏みつぶし、うわ、ウリムとかさばいたら絶対うまそうだな。毛皮ちょっとさ、自分で財布とかにして、で中をちゃんとモンハンの肉焼きセットみたいなの焼くけ、鼻とかプリップリやろ。知らんけど、豚の顔面とか食ったことないけど分からんけど、硬そうやけど、まあ、プリプリ、コラーゲンたっぷりやろ。多分美味しいやろ。多分ウリム食っても多分ニキビできんと思うけど、それいいね。ウリムとか絶対ポケモンの世界ではめちゃくちゃ食われとるやろ。でも案外その雪国で暮らしてる生物ってやっぱ毛皮が多いから、毛は売れるかもしれんけど中身の肉自体はものすごい少ないかもしれんな。あと臭そう。氷地面で多分寒いから地中に潜ってると思うんだよな。で地中に潜ってる成分って結構臭かったりするから、まあ、知らんけど、まあ、大体臭いだろ地中に潜ってるやつ。さあウリムも倒して行こうか。もうこれでそのまま行っちゃいますかね。できればプクリンと、誰だっけ、プクリンと俺誰使ってたっけ、コンパンか、コンパンで倒していきたいところだけど、いやしかしあの腹いっぱいになったら全然実況できないんだなと思った。もうね、昨日はね、もう満腹中枢があんまりにも長く続いて3時間ぐらいずっと満腹中枢があって、もうなんか、うわ、これちょっと実況できねえわと思って、もう一旦やめて、なんかプリンのなんか実況するか、あだこうだ多分言ったと思うけど、あれも途中でやめた。面白くないからやめた。マジで面白くなかった。何が面白くないかって言ったらね、レベル70になってもね、なんかプリン、なんか四天王勝てなかったんだよな。で、途中で、あ、これ面白くねえなと思ってやめた。やめてしもうた。やっぱ面白くない実況はちょっとね、ちょっとやめちゃうよね。
これなんかどうやっていくんだ、逆算していこう。ここの下のアーダコーダのコード、こうのこういってこういってこういってこうやってこういくわけね。あーなるほど、全然わかんない、全然わかんないけど、わかった、こいつだ、この真ん中だ、ここね、こっから始まるわけやな。これ逆算すれば簡単にね、つくわけだから。OK! えい、いやー、やっぱ腹いっぱいやと実況できないんだ。腹いっぱいやと実況できない。腹減りすぎると実況できない。でも腹いっぱいじゃないと眠れないっていうね、ちょっとジレンマがね、ちょっとひどい。さあ、まずはパワーをね。レベル27。こっちはレベル27ぐらいで、レベル上げてきましたからね。本当にレベル上げてきたからね、普通に。で、転がる最初全然効かんけど、ここよりか全然痛くないよ。HP 高いし、防御も特防も多分高いし、知らんけど。で、なんで相手が、あ、そこは下がってきたの。まあ、転がる、あれ転がるって吸収じゃないの、あ、吸収、効果は抜群じゃないの。氷、岩タイプに氷、なんか効果抜群のイメージあるけど、岩タイプだよな、転がるって。水が等倍とか、いや、そんなことないよな。なんかそ、違ったっけ、覚えてないんだよ。未だに覚えてない。こんなにポケモン、もう、いつかな、ほんと1年ぐらい経ったよね、確実に。ショート動画を死ぬほど出し続けて1年。死ぬほどこの1年間やり続けたのに、全然覚えてない。しかも SV なんて、全然やってないから。もう予約特典追加特典のやつまで買ったのに、追加特典のやつやってないというね。で、スマブラ最近始めて、ストーリー進めていきますだけど、全然やってない最近。まあ、全然というか、ここ4日ほどやってない。ちょっとね、やる気やんない。なんかね、俺なんかね、不思議な体なんやけどね、ほんとめちゃくちゃやる気がない時あるんだよな。今日の朝、まあ、仕事したんだけど、朝昼晩仕事したんだけど、全然やる気なかったっけ。全然やる気なかった、マジで全然やる気なかった、びっくりした。あ、てかパウアウって氷タイプ入ってないんだよ。ジュゴンは氷タイプ入ったんか。で、家に帰ったら、家に帰るぐらいまでに、なんか今日もアルバイトの女の子と喋れたら、まあ、ちょっとなんかやる気が出て、すげえ楽しかった。すげえ楽しかったです。すげえ楽しかったってやる気が出た。なんかやる気が出た。急にやる気が出た。今日ポケモンやる予定じゃなかったけど、なんかやる気が出た。喋るやる気が出た。よし、レベル31か。高えな。あ、いや、高くねえか。ハガネールが35だからな。転がるすげえ食らうんじゃない？効果抜群じゃねえな。なんで？え、こいつ、あ、そっか、地面、氷、あ、こう、地面が等倍なのかな。てか、マリちゃん、あれだな、波乗りを覚えさせた方がいいな。だからバブル光線じゃなくてさ、ハイドポンプ覚えてんから。あ、そっかそっか。地面、氷だから効果抜群なんか。あー、マリちゃんレベル上げたいけど、パンちゃんの方がレベル上げたいから死んでいいな。乱れ好きって。吹雪やってこいや。パンちゃんやべえぞ。ビードルやけどな。見た目。あー、地面、氷、まあ、念力でいいか。なんか特殊高そうだな。どう？高っ。心稼い、痛い。これ吹雪されたら死ぬな。でもプピに変えるか。仕方ねえな。パンちゃんじゃ無理だな。ちょっとパンちゃん弱えな。やっぱ進化系のさ、マリルリと、大太刀はやっぱ強いね。やっぱ進化すると。やっぱ進化は強いね。まあ続き。てか、ポケモンよりも早く俺、進撃の巨人、あと 8% ぐらいで終わるからさ、それやりたいんだけど、ちょっとポケモンの、動画のストックがなくなってきちゃったから、ちょポケモンやんなきゃっつってから、ちょっと最近ポケモンのやる気なし。わあ、プピの方がスパイスは低いのがちょっと不思議やな。イノムってめちゃくちゃ遅そうなイメージなんだけど。よし、倒した。前全然余裕だな。
ショート動画にもならないぐらい余裕だな、まあ、ポケモン多いからな。うんうん、見事な戦いっぷり。その強さ、その強い気持ちがあれば何があっても乗り越えていけるだろう。あ、全然余裕だったな。けどさ、毎日配信する人はすごいね。まあ多分ゲームが好きなんだろうけど、やっぱすごい疲れないかな俺が言うのもなんだけど、俺が言うのもなんだけどさ、配信ずっと毎日配信する人はマジで疲れねえかな。俺疲れちゃうんだよな。疲れるというか、やりたくない日とか喋りたくない日とか結構あったりするからさ、あの今日はいいやっつってから。だけど動画がいいんだよな。動画でため撮りというか、もう一気にやりたいタイプなんで、一気にやってもう一気にグデーってするのが好きだから。でアニメとかも一話一話見るんじゃなくて一気に見る方が好きなんだよな。次が気になる。てか今回の夏アニメ、なんかあんまり面白いアニメがその分からんくて、まあいいやっつってから見てなかったんだけど、なんか剣と杖のウィストリアかなっていう名前のやつかな。おもろかった。めっちゃおもろかった。ああいうの好き。ああいうの好き。てか今回の夏アニメはなんか恋愛もののアニメが多くて、恋愛もの俺アニメあんまり好きじゃないから、なんか恋愛もあるけど、まあ基本的には SF とかミステリーとかそういうのありきの恋愛とかは好きなんだけど、プラスアルファ恋愛は好きなんだけど、なんか恋愛があっての、まあちょっと笑いがある泣きがあるとかじゃちょっとね微妙なんだよな。逆がいいんだよな。泣きが主にメイン でそこに恋愛がちょこっとあるみたいなのが好き。でヒーローアカデミアとか、まあ、相手がいるプラスちょっと恋愛があるぐらいがちょうどいい。で恋愛の話は嫌いじゃないんだよ、全然嫌いじゃないんだけど、でもラブソングとかも結構好きなんだけど、ずっと恋愛のやつってさ、もうずっとドキマキするやん、まだ進まんのこいつらみたいな。ならその進まないところはなんかバトルシーンとかちょっとミステリアスなシーンとかに変えてやっていくみたいな。だけど割とドラマとかの恋愛じゃないけどなんかあるやん、ミステリー系のやつとか、ああいうのはまあ嫌いじゃない。ただこの間アンナチュラルと、なんちゃら404っていうやつを見たんだけど、いや面白かったんだけど、めっちゃ面白かったんだけど、全体的に全ストーリー全部面白かったけど、ただパターンが決まってるのがちょっと嫌やったな。まあ1話とかはまあそのパターンが分かんねえから面白い。で2とか3とかどんどん見ていくうちに、3,4,5,6と見ていくうちにパターンが決まっていくんだよな。まあ最初なんかベタベタの話があって、でなんかミステリー系になって、で最後なんか解決して、でエンディングっていう、もうパターンが決まるからさ、その1話でさもう終わんないといけないから、でそれがねちょっとね嫌だったの。まあもうこれ解決して、ああなってこうなって、はいエンディング、一緒のパターンみたいなね。でちょっと嫌だったな、ちょっといやだいぶ嫌だったな。その辺のアニメとかだったら全部つながってるから、中途半端なところで全然切るじゃん。それがちょっとうわ次気になるとかなるんだけど、もうドラマとかそこでペッペッペッて切っちゃうからさ、もうだいたい話が一回で終わっちゃうから、気にならんで終わっちゃうからさ、いやまあ話はすげえいいんだけど、なんかパターンが決まってるのがすごい嫌だなと思って。やっぱパターン決まる系のドラマはちょっとね、だいたい最後の最後になんかド派手なのドーンあって、で すげえなんか次回に続くのこのパターン、ビバンとかそういうパターンだったんだけど、まなんかあってちょっと危険なところがあって、で最後これどうなる次回に続くが、それがね毎回続くのが嫌なんだよな。毎回続く、同じパターン。
がすんごいね、ちょっと嫌だったな。ちょっとビバンはまあ面白い方だったけど、でも毎回パターンが一緒。あ、次はこうなってこうなってこうなって、うん、気になるところで終わる。毎回それかい、毎回それ、パターン一緒。アニメとか見ると面白くないパートがあったり面白いパートがあったりするから、で、まあ、まあ気になるところももちろんあったりするんだけど、でパターン化してないから、まあアニメとかは嫌いじゃないかな。まあ面白くないアニメとかもう最悪だけどね、ずーっと面白くないのが続いてここだけすげえいいみたいなのがよくあったりするんだよな。鬼滅の刃とかもあれかな、そういう系に入るんかな。なんか最初の方ぐらい、一番最初はすごいなんかすごい、おおどうなるんだって感じからの途中ぐらいから、まあ、なんか修行編に入ってちょっとグラグラするんだけど、でもここの修行の最後でドーンって決めるのとかすげえ好きだから、ああいう方が俺は好きなんだよな。一気にドーン、まあ漫画だからしょうがないんだけど、まあ、ああいうのが好きなんだよな俺は。パターン化するのマジ嫌いなのよ。まあみんな多分見てないと思うけど、いやみんな、いや多分俺の実況見てるやつは多分20代から30代ぐらいの人だと思うんだけど、 AV とかね、なんちゃらパックのさ、あれあるやん、なんちゃらパック、ああいうの見るともう全部パターン一緒。まず女の子ナンパして、でちょめちょめやって、ちょめちょめやって、ちょめちょめやって、フィニッシュ、はい終わり。で次のシーンになったら、次の別の人ってなったらもう同じパターン、絶対面白くない、全然抜けねえ、全然ダメだ。でもこれ気持ち分かる人いると思うんだよな、パターン一緒じゃんっていうね、何これ、クソクソ思んねえんだけどみたいな、あるんだよな。パターンが一緒やとね、萎えるんだよな。ドラマでも AV でもアニメでも、アニメも何だろうな、マクロスフロンティアとかも、そ子供の時はその気づかんで全然面白く見たんだけど、今考えればマクロスフロンティアも最後、最初は前回の輪の気になるところがパッと終わって、でダラダラのところがあって、で最後の最後みたいなシーンがあるところで終わって、次回気になるところから始まるのパターンが3、4話ぐらいずっと続くよね。あれ子供の時はうわ気になるわ見てーとかなったんだけど、今大人になって考えたら同じパターンやったなと思って、最初の初めにすごい気になるところがあって、気になるところすぐ終わる、意外とすぐ終わるじゃん。子供の時は気づかんよな。もう子供の時はね、アニメ全部面白かったけど、そういうのあまり数を見てないからさ、やっぱどういう展開になるとか全然知らないからさ、で同じパターンっていうのも頭の中考えながら見てないからさ、大人になってそうやってようやく、ああこのアニメパターン一緒やなみたいな。で逆に今、Netflix に入ってエヴァンゲリオンのさ古いやつをさ、めちゃくちゃ古いやつを見ようやけどさ、もうパターンもクソもない、おもんねえ回はマジでおもんないし、面白い回めちゃくちゃ面白いし、差が激しすぎて見応えがあるめちゃくちゃ、うわ今回死と戦わねえじゃんっていうシーンもあれば、もう今回作がめっちゃ力入ってるさ、もう死ととも戦うすげえじゃん、逆にもうずっと話ばっかり、何この回みたいな、この回いるこの回いるっていうところもあればいいよね。そういうのでいいんだよ、そういうの、パターンが決まってないから超いい、エヴァンゲリオン超いい。ただそろそろ作画が崩壊してくる。すでに今何話ぐらいだかな、17、18話ぐらい行った時点でもう作画がもうやばいね、すでにもうやばいっす。18話か19話ぐらいの最後ら辺のや途中ぐらいかな、もうなんか糸だけ糸だけ、なんかラジオ聞いてんのかなっていうぐらい糸だけ、びっくりする、糸だけ、画面がなんか細いというか、まあ、ぶっといなんか
細い線みたいなのがずっと、なんかシンジ君が ずっと喋るだけみたいなシーンがあるけど、いやもうこれアニメじゃねえじゃん、もう半分以上アニメじゃねえじゃん。けどいいよ、それがそれがいい、それがアニメで、だんだんとひどくなったけど、まあね、ユニゾンアタックのところで多分力使い果たしたのあれ。多分ユニゾンアタックの時に、あの蹴りのシーン、62秒で蹴りをつけるのところで、多分あそこで時間使いすぎて、で 最終にこう迫れば迫るほど多分時間が迫ってきたと思うよね。でも本当にギリギリで、本当にギリギリで、でもう作ができてないのに、もうアニメは流すしかないから、もうこれでお願いしますみたいな感じになっちゃったんじゃないかなと思うんだよな。ユニゾンアタックなんて作画すごかったもん、びっくりした。9話やったかな、あれすごかったね。9話に全神経を使い果たして、でか全時間を、全時間というか、もう全時間は言い過ぎやけど、もう半分以上時間使ったんじゃないかな、あれ。あれはすごかったね、超気合入ってたわ。ネットフリックス見た人、入ってる人はぜひね、9話見てほしいな。9話見た後の18話か17話か分からんけど、見たら全然戦わねえし、全然動かねえじゃん。てか急に恋愛始まったんだけど、まあそれもよし、それもよし、パターンが一緒じゃなければよし。飽きちゃうからね、パターンが一緒だと。さすがにね、美味しいものも何回も連続で食ったら面白くねえから、美味しくねえから、やっぱね、ちょっと時間を空けてね、パターン一緒でもね。最初やっぱエヴァンゲリオンって短編集みたいな感じで、まあ使徒が来て、まあエヴァが戦ってを繰り返していくんだけど、まあ最初そのパターンなんかなと思いきやの、あれいいね。ユニゾンアタックなんて最初から戦うもん、敵と。あれ？もうエヴァンゲリオン行くの？みたいな。え、じゃあ今回もうこれで結構あれなんと思ったら、もうやられてるじゃん。あれ？エヴァ2期やられてるじゃん。で、めっちゃ喧嘩してるやん。と思ったら、なんか生活でなんか一緒になんか練習して、いろいろやってるやん。すげえじゃん。で、最後の最後はあれかよ。最高じゃん。最高すぎるじゃん。完成されてるやん。完成されすぎやん。てかもうマリルリ30なんだけど、レベル。じゃあ麦ちゃんレベル上げていくか。レベル29か。まあ、マリとカナはちょっと進化系統だから、ちょっとあれか。麦と、誰だっけ？麦とじゃない。カナと、マリちゃん以外はちょっとレベルをちょっと高めにやっとかんと、ちょっときつくなるな。まあ、ぶっちゃけ、マリルリだけ育てたらもうクリアできるんだけどね。正直な。マリルリは強えからな。まあ、強えやつ1匹ぐらい。まあ、強すぎなければ。いいんだけど、マリルリはまあまあ、そこそこ強いから。確かなんか、これ、クリスタルだもんな。DS 版の、金銀クリスタルバージョンの、あれは特性とかがあって、マリルリはなんか力持ちかなんかで、すんごい転がるが強くなるみたいな、特性があるんだよな。全然覚えてないけど、全然知らんから。それ使ったらマリルリだけでいいから。でも倍速使えないからな。やっぱ倍速使っていきたいからな。倍速使っていきたいとか言いながら、こうやってゆっくりしていってるんだけど、ここのロケット弾のところ時間かかるね。意外と時間かかるね。でも今日はね、喋りたい気分だから。まあ、今回はゆっくり進めていこうかなと。ゆっくり進めていって、まあ、ドラゴン使いのところで終わるような感じなんだけど、すげえ時間かかりそうだね。はい、パンちゃん上にして、で、マリとカナを、ちょっと下にしてあんまりレベル上げないようにして、レベル30ぐらいでも止めよっか。マリとカナは。ちょっとな。レベル上げすぎたらあれだから。この2匹で十分じゃんってなるから。いや、あんまり使わないポケモンじゃなくて、なんか進化しないポケモンで、エアモード使わないんだ
ヤムド、ごめん、一回使っちゃったからちょっと使いたくねえなと思ってやっぱあんまり使ったことないねポケモンを使っていきたいからな。しかし、あの10月の頭の再生回数すげえ良かったな。今12日はなんかまあ通常に戻っちゃったけど、いつだったかな、すーげえ伸びた日があるんだよな。10月の2日、すげえ伸びた。1日で7万回再生、やばやば。7万回再生意外と微妙だな、これ。意外と微妙。あ、そう、1日でか、1日で7万回再生か。すごい、1日やからな、すげえな。1日か、だいたい俺2日のやつで、まあ、6万いったらいい方みたいな。俺6万もいったか。おお、すげえじゃん。7万1日で、2日やったら12万半、12万久々見たな、マジで久々に見た。12万回再生なかなかないよ。なんか、何やったかな、 TikTok でなんかラファエルの、何やったかな、しゃべくり先生じゃなくて、何やったっけ、やりすぎ先生か、やりすぎ先生のやつを、なんか途中までしか見れなかったんだけど、それ見たけど、なんか YouTube やりたくないんだと思って、話聞いてて、あ、そうなんや、 YouTube やりたくないんだと思って。いや、本当に稼げるなら全然やりますけど、まあ、本来はやりたくないですみたいな。ああ、そうか。今 YouTube そんなにめちゃくちゃ、ね、再生回数伸びるわけじゃないから、まあお金貯まったらもう やりませんよみたいなこと言ってたから、あ、じゃあ今はもうラファエルやってないんだと思って、 YouTube ちょっと検索してラファエルのとこパッて見たら、普通にやってるやん。え、金絶対貯まっとうやろ、絶対金貯まっとうやろ、10億ぐらい持ったやろ。もう YouTube 1000でいいぐらいなのに、まだやってるやん。普通にちょっとまだやってるやんっていうツッコミ言いたかった。コメント残そうかと思ったけど、まだやってるやん、というかショート動画も頑張ってやってるやんなんてあれ、すげえ普通に頑張ってる、びっくりした。あれ、金貯まったらもうやんないんじゃなかったの、なんか授業で失敗したんかな。授業で失敗するような頭悪そうなわけなさそうやけどね。頭良さそうやけどね。頭いいから、あえてこうなんか上にグンって上がったんかなと思ったけど。まだやってるやん。しかも俺より再生回数少ないじゃん、最近のやつで言ったら。ラファエルがなんかショート動画で、まあ、まあ、ほんと最近のやつやけどね。まあ、3000とか8000っていう。俺1万。この間普通に1万。あ ?1 万。1万どころか7万ラファエルに勝ったと思って、あのショート動画の人気並び替えの人気の動画で調べたら、普通に800万かな、500万か300万か分からんけど、すげえ言ってた。あ、これ勝てないわっつって、あ、これ、あ、ラファエルすげえわ比べ物にならん、俺が最高で55万のショート動画の再生回数、あれなんか300万か500万か、あ、すげえわ、あ、こいつすげえわ、ごめんなさい最近のやつなら勝ってる、最近のやつだけ、古いやつというか人気のやつはもう、比べ物にならんぐらい俺の10倍か100倍か、でも100倍言い過ぎやけど、10倍以上は再生回数あるから、あ、負けた、あ、負けた。でも YouTube 分かりやすいよね、あの数字が見えるから、数字が見えるのって本当分かりやすくていいよね。誰が人気なの、じゃあ数字を見てください、ヒカキンです、はい、終わり。でも一時期ね、ヒカキンもあれだからな、はじめ社長に抜かされたからね、一回というか、結構な1年か2年ぐらいなんか抜かされたんだよ、一回。そう考えるとヒカキンもまだまだだなと思ったら、あのテレビとかで出して一気にグオーンなったからなとんでもないぐらい、急にもう1000、登録者数1000万とかなんだよ。登録者1000万とかあるくせにとか言ったらあれだけど、いるのに動画の再生回数は100万とかなんだと思って、なんか1000万人おったら、まあ200万か300万は毎回行くんかなと思ったら、そんなことでもないんだなと思ったのよ。ちょっと意外だった。なんか俺が知ってる実況者のキヨっていうやつがあるんだけど、
もう俺が勝手にライバル、全然ライバルでもないし、もう完全に、ね、上の架空の上の、もう空の上の、いや空の上どころかも宇宙の上の人なんだけど、あいつすげえよねあいつとか言うけど、アンアンの表紙にもなって、で再生回数とかも、もう大体出したら100万回再生余裕でいくよね、余裕でいくし、400万人ぐらいしかいないのに、400万人ぐらいというか、まあ、ヒカキンの3分の1ぐらいしかいないのに、普通に毎回再生回数が300万とか400万とか普通にいくから、ヒカキンよりすごくねとか普通に思っちゃうんだよな、まあ、というのもね、理由があって、そのなんで再生回数がいくのか、あいつの動画投げ、うん、あいつの動画、あいつとか言ったらね、いけんかもしれんけど、あいつの動画投げ普通になんかもう2時間とか3時間当たり前だもんね。さ、2時間3時間あったら、寝ちゃう途中で。で、途中で寝るやん。でも全部やっぱ見たいから、もう一回次の日見て、で、途中でも、ワンチャンもう一回寝る。したら、一人3回再生回数見るから、3倍。100万回再生するとしたら、やっぱ3倍だね。300万回再生いくよね。まあ、途中で寝ちゃうよな。まあ、さすがに、そのね、有名実況者のところの動画も、全部の時間帯、全部面白いわけじゃないからさ、どうやっても。途中でちょっとつまんないところもあるけど、まあ、そのつまんないところも見たいから、気持ちはわかるから。ただ、それでみんな途中で寝て、で、もう一回見るよね。もう一回見る。まだまだ全然見る。俺も見るもん。続きが気になって。でか、8時間とかのある過去の動画のやつとか、めちゃくちゃ再生回数してるけど、みんな寝てるやん。さ、8時間ずっと起きたやつが、厳しい、おらんよなって。全員8時間ぶっ通しで見るのって、さすがに厳しいよな。全員は無理だよな。じゃあもう一回、ちょっと、あ、どっからだっけって。探すのもまた時間かかってるね。で、その探してる最中に広告があったりして、くそってなる。これ多分あるある。YouTube あるある。YouTube プレミアムやってない人あるある。あれどこまで見たっけなぁ。でスクロールこうやってしょったら、あれ？あれ？あ、広告うぜーっつってからね。マジ広告うぜーから。ちょっと回復しようか。一旦回復して。毒消し一旦回復して、あー、つか、マリちゃんもちょっと麻痺に直すか。じゃ、マリちゃん倒していこう。てか、結構死んでる。てか、結構やべえ。敵強え。いや、急に敵強え。これ。てか、もう43分か。結構喋ったね。なんか今日は喋りたい気分だった。てか、まだまだちょっと長く続きそうだから、まあ、このロケット弾倒したら今回終わろうかなと。で、ちょっと進めて、まあ、ドラゴンタイプの、いぶきだったっけのところまで進めていこうかなと思います。意外と時間かかるね。やっぱ同速だとね、こうなっちゃうよな。今日はなんか喋りたい気分だ。昨日はマジで、本当にお腹いっぱいで、喋る記憶なかった。マジで。やる気満々で、飯たらふく食って、風呂入って、さあ実況やるぞと思ったら、もう家に帰って、やべえ、腹いっぱい。あ、でも今日、ゲーム実況をやるっていう予定だったから、ゲーム実況とりあえずやろうって言ったから、とりあえずやって、あ、ダメだ。腹いっぱいすぎてやる。もうダメだ。脳がダメだと思って。脳がダメ、もう脳が死んでると思って。で、もう1時間ぐらいでやめてて、で、風呂入って、風呂入った後、まだ満腹中枢が、まだまだあって、あ、もう今日ダメだっつってから、もう今日ダメだ。で、次の日、まあ仕事、なんか全然やる気ねえな、まだ腹いっぱいだった。まだ満腹中枢があった。朝大体コーヒー飲んでるけど、もう、コーヒーもなんかちょっと満腹で、ちょっとコーヒーもうちょっと苦しかった。じゃあ飲むなよ。でもコーヒーね、朝飲みたいんだよ。朝飲み、缶コーヒーを飲みながら自転車こぐのが大好きだから、
それだけはちょっと引くに引けなくて、コーヒー飲んだけど腹いっぱいだった、マジで。だけあれだな、昨日のというか夜の9時から、夜の9時ラーメン食って、そのあと12時間経って6時間経ったから18時間食わず食わずで全然腹減ってなかった。だからまかない、今日まかない昼食べるときも全然腹減ってなかった。まあ腹減ってないけど今日とりあえず食っとくかっつって、で今日まかない食べて、で今ちょっとだけお腹空いとったから納豆食って実況開始。納豆うめえ。でも18時間食って立って腹減ってないのは久々だったな。すげえな、やっぱめちゃくちゃ飯食ったら全然大丈夫なんだな。めちゃくちゃ飯食ったの、そりゃな、ラーメン大盛りにライスを、ライス大だったもんな。ライス大っつってもそんなに大じゃなかったけどね、1号もなかったけどね。はい、ということで今回はちょっとここまでにして、まあ今日雑談会という感じになっちゃったけど、どうこの雑談会、雑談会好きな人いるんかな、わからんけど、まあ、とりあえず次回までに、伊吹線のところの近くまで行こうと思います。ちょ金が結構あるな、ちょ買い物とかもいっぱいしとこう。